皆さん、こんにちは。ゆっくりかなみです。ゆっくり二郎だぜ。今日は大人気作品、鬼滅の刃に登場する、時任無一郎が、火の呼吸、月の呼吸を使えない理由、について紹介していくぜ。時任無一郎といえば、霞の呼吸の使い手で、霞柱よね。確かに無一郎には、次国家の血が流れているはずだから、火の呼吸か月の呼吸が使えても、別に不思議じゃないかも。なのに、なんで霞の呼吸の使い手なのかしら？今日はそこのところを詳しく紹介していこうと思うぜ。よろしくお願いします。まずはじめに、時任無一郎がどんな剣士だったのかおさらいしておこうか。無一郎は鬼に家族を奪われて、自分も大怪我をして、さらに記憶までなくしていたところを産屋敷家に保護されたのよね。ああ、そしてその後鬼殺隊に入り、柱にまで登り詰めることとなる。無一郎って確かまだ14歳だったわよね。その若さで柱になるなんて、ほんとすごいと思うわ。無一郎がすごいのは、鬼殺隊に入ってから柱になるまでの、スピードもだな。柱になるまでには、早い人で2年、通常でも5年は、かかると言われていたらしいんだが、無一郎はなんとたった2ヶ月で柱に昇格している。2ヶ月、驚きの速さね。ところで、鬼殺隊の階級制度って、どうなってるんだったっけ？鬼殺隊の階級制度は、一番下が、水野と、そこから順に、水野絵、かのと、かの絵、土野と、土野絵、日野と、日野絵、木野と、木野絵と上がっていくんだ。鬼滅の刃を読んで、初めて読み方を知った。漢字がたくさんあるわ。全部で10階級もあるのね。これは古代中国から日本に伝わった、実感という、暦の表示を元にして、作られているんだ。中国発祥なんだ。てっきり、日本由来のものだと思ってたわ。あれ？そういえば一番上に、柱の階級がないけど、実は、柱は階級じゃないんだぜ。え、そうなの？全然知らなかったわ。柱になるにはいくつか条件があるんだ。まず第一に階級が、木の絵であること。次に鬼を50体倒すか、12気づきを1体倒すこと。これをクリアすると、柱になれるんだぜ。そういえば作中でも、品津川実美が過去に加減の鬼を、倒して、風柱になったって描写がちょろっとあったわね。てっきり、柱が最上位の階級なのかと思ってたわ。柱は圧倒的な強さを持っている剣士だから、実質的に鬼殺隊のトップクラスなのは変わらないけどな。2ヶ月で木の絵になって、柱になるための条件もクリアした。無一郎は、本当にとんでもないのね。ちなみに柱になると、何でも手に入るという、特典がつくんだぜ。何でも、ああ、給料だって好きなだけもらえるし、自分が住む屋敷だってもらえるんだぜ。そういえば古町忍の町屋敷とか、煉獄家の屋敷とか、結構大きい家に住んでいる柱もいたわね。その辺は産屋敷家から柱の報酬として、もらった屋敷なのかもしれないんだぜ。でも、そんな特典があるのに、柱の人って、みんな質素というか、特にセレブな暮らしをしている、感じはあまりなかったわね。そもそもみんな、金儲けで鬼殺隊に入ったわけじゃないからな。お金が目的で入ったのは、作中ではなたぐも山で、炭治郎の前で生きて亡くなった大使ぐらいじゃないか？サイコロステーキ先輩、無一郎も柱になってたってことは、欲しいものを何でも手に入れてたのかしら？手に入れることは可能だっただろうが、記憶をなくした状態だった無一郎に、そこまで強く欲しいと思うものはなかった気もするな。無一郎が柱になってもらったものは何だったか？視聴者のみんなの予想をコメントしてもらえると嬉しいわ。無一郎が異例の超スピード出世をしていたのは、わかったけど、それってやっぱり、次国家と何か関係があるから？その可能性は高いだろうな。じゃあ次は、次国家と時任無一郎の関係について、紹介していくぜ。お願いするわ。無限上で時任無一郎と国司坊が相対した時、国司坊が、はっきりと言い切っているシーンがあるが、時任無一郎は、国司坊の遠い子孫にあたる。あれちょっとびっくりだったわ。国司坊は、まだ人間の、次国道勝だった頃、弟の、次国より一と一緒に暮らしていた。母親が亡くなったのきっかけに、より一と道勝は生き別れになるんだが、道勝が大人になり、鬼に襲われていた時に、成長したより一が助けに入る。ザ・ヒーローなタイミングだったわよね。子供の時より剣士としても、人格者としても、成長していたより一の強さに道勝は嫉妬心を強く感じ、より一の強さを自分のものにしたいと考え、自らも鬼殺隊に入るんだ。もともとは、鬼を倒す側の人間だったのよね。そしてその鬼狩りに入るタイミングで、自分の妻子を捨ててきたんだ。この時の子供の子孫が、時任無一郎に繋がるわけだな。ある日突然捨てられた家族の気持ちを思うと、胸が苦しいわね。家族を捨て、人間であることを捨ててまで、強さを求めた国司坊だったが、最後は無限上にて、
時藤無一郎、姫島行明、品津川実美、品津川玄也の、4人の剣士に撃たれることになる。4人がかりで、大きな犠牲を払って、なんとか倒せた。ことを考えると、本当に強い鬼だったわね。あれ、そういえば刀鍛冶の里編で、時藤無一郎の春日井ガラスが、無一郎は火の呼吸の使い手の子孫なのよ。って、言ってたけど、火の呼吸を使っていたのは、次国より一、無一郎の先祖である、国死亡つまり次国道勝が使っていた、のは月の呼吸だから、厳密には月の呼吸の使い手の子孫、ということになるな。まあ、次国家という大きな括りで見れば、より一の縁者という風にも言えるが。なるほどね。でも、作中の時藤無一郎には、火の呼吸も月の呼吸も、全然受け継がれなかったのね。それに関してだが、実は無一郎の技の中に、先祖を思わせるものが隠されているんだぜ。え、そうなの？ああ、無一郎が使うのは霞の呼吸だが、その中には、六の型、月の画章、七の型、おぼろと、月の呼吸を連想させるものがあるんだ。確かに、月の画章はもうダイレクトに月が入ってるし、おぼろも、おぼろ月とかを連想しやすいわ。国死亡と無一郎の関係をほんのりと連想させるために、作者がこういう小ネタを仕込んでいたのでは？と、ファンの間では噂されているんだぜ。こういう細かいところにもヒントが隠しされていたりするのが、鬼滅の刃の面白いところなのよね。月の呼吸は国死亡が生み出したもので、それから誰にも、指南されたり継承されたりしていないから、時藤無一郎がそれを知る術はなかったわけだが、無一郎の技名から、もしかした月の呼吸の適性は、あったかもしれないな。何らかの方法で、もし月の呼吸が国死亡以外にも、伝わっていたら、もしかして無一郎は霞柱じゃなくて、月柱になっていたかもしれないのね。そう考えると、ちょっとワクワクするよな。時藤無一郎と次国家の関係は分かったけど、やっぱり無一郎は火の呼吸を使うのは難しいのかしら？それについては、次で紹介していこう。ここからは、時藤無一郎がなぜ火の呼吸を使えないのか、紹介していくぜ。まずシンプルな理由は、継承されていないからだな。いくら適性があったとしても、技術として型や動きが、継承されていなかったら、学びようがないもんね。火の呼吸は、火の神神楽として、かまど家に代々風習として伝わってきたが、鬼殺隊には、このように伝わっているものが何もなかった。伝承として一部の人は知っていても、具体的に火の呼吸が、どんな動きをするものなのかっていうのは、親方様ですら知らなかったことなのよね。火の呼吸の型を知る剣士は、次国より一が寿命を迎えた後、国死亡と無残によって、徹底的に狩り尽くされてしまった、ようだったしな。次の理由が、より一が特別だっただな。特別？ああ、次国より一は生まれながらにしてあざもので、呼吸を使えて、透き通る世界も見えていた。そして剣術の才能もずば抜けていて、かつ一日中走っていても疲れない肉体の持ち主だ。思い返すととんでもないチートキャラよね、この人。無残に退治した時も、圧倒的な強さで追い詰めていたしな。そりゃ無残様もポップコーンみたいに爆散して、逃げるしかないわよね。つまり、より一の体が特別性だったから、たとえ技術が継承されていたとしても、無一郎が火の呼吸を、使うのは無理だったかもしれない、ってことなのね。その可能性が高いんだぜ。実際に、より一は自分が鬼狩りにいた頃、他の剣士たちに、火の呼吸を教えようと試みていたんだ。しかし同じようにできる人がほとんどいなかったため、火の呼吸をそれぞれの剣士に合うように、形を少しずつ、変えていったと言われているんだ。それが、様々な流派の呼吸になっていったわけね。国死亡も回想で、火の呼吸の型を知る剣士は、ほとんど始末したというようなことを言っているが、火の呼吸の剣士や、火の呼吸を扱う剣士という、表現はしていない。このことからも、火の呼吸を実際に使うことができた。剣士は、もしかしたら誰一人いなかったのかもしれない。という想像もできるんだぜ。火の呼吸はそもそも、より一専用の呼吸だったかも。ってことなのね。あれ、でも炭治郎は使っていたわよ。炭治郎も火の神神楽で呼吸を、知っていただけで、完璧に扱うことはできなかったと考えられるんだぜ。確かに、より一は呼吸を、それこそ無意識に息をするように、使っていたけど、炭治郎は火の神神楽を使うとき、ものすごい集中して、体にもすごい負担をかけて、やっと使えていたって、感じだったものね。炭治郎が使っていたのは、限りなく火の呼吸に近いもの、ではあるが、本当の意味での火の呼吸ではなかったかも、しれない、というわけだな。次の理由は、無一郎の日輪刀が黒刀じゃないからだ。無一郎の日輪刀って、確か白色だったわよね？ああそうなんだぜ。鬼滅の刃では、日輪刀が黒かったのは次国より一と、
かまど炭治郎の二人だけ。それ以外の大使の刀には、色がついていたんだぜ。確か、煉獄杏寿郎は赤、品津川実には緑、富岡義勇は青、甘露寺光利はピンクって感じだったわよね。その通りだ。日輪刀には、それぞれの呼吸の特性が、現れるとされているんだぜ。火の呼吸が使えるのは日輪刀が黒い人だけ。無一郎の日輪刀は白いから、火の呼吸が使えない。ってわけね。あれ？でもちょっと待って。炭治郎は作中でも、普通に水の呼吸を使っていたわよね。炭治郎が日輪刀が青じゃないのに、水の呼吸ができるなら、無一郎も日輪刀が白だけど、火の呼吸を使えるんじゃないの？それに関してだが、炭治郎が水の呼吸も使えたのは、黒い日輪刀は全ての呼吸の特性が集約したことの表れ、という説があるんだ。ほうほう、どういうことかしら？黒って色は、全ての色を混ぜたらなる色だろ？このことから、黒い日輪刀を持つ剣士は、実は全ての呼吸を使うことができるんじゃないかと、推測されているんだ。そしたら炭治郎強すぎー。まあ全ての呼吸が使えると仮定しても、炭治郎が水の呼吸が根本的には自分に合わないと感じていたように、全ての呼吸を極められるわけではないと思うがな。広く浅くって感じなのかしらね。まあでも、黒は特別で、他の色の日輪刀の使い手は、基本その色の呼吸しか使うことができない、ってのは、納得したわ。だからもし、火の呼吸が無事継承されていたとしても、無一郎がそれを使うことはできなかった可能性が高いな。そっかー、残念。でも無一郎には無一郎の魅力があるんだから、別に霞の呼吸の使い手でもいっか。霞の呼吸も作中ではたった一人しか出てこないからな。無一郎が唯一無二の存在であることは、確かなんだぜ。さて、ここからは本編完結後に明らかになった、情報についても、紹介していくぜ。かなみは鬼滅の刃の小説、風の道しるべは、もう読んだか？え、小説も出ていたの？全然知らなかったわ。まだ読んでないなら、ぜひ一度読むことをおすすめするぜ。これも結構面白い話だからな。その小説は、一体どんな内容なの？風の道しるべでは本編で刀鍛冶の里編が終わった後、刀鍛冶の里がお引っ越しをする話が描かれているんだぜ。確かに、もう無残サイドに里の場所がバレちゃったから、このままそこにはいられないものね。里の引っ越しにあたって、虎徹少年が里町の鉄人様から、ある条件を突きつけられるんだ。それは、二日以内により10式を修理できなければ、置いていくという話だったんだ。ああ、まあ引っ越しはなるべく身軽で行きたいものね。でもちょっと厳しすぎるんじゃない？鉄人様。鉄人様は一見可愛いキャラだけど、実はかなり、厳しい人でもあるからな。本編の方では、今自分たちが直せなくても、いつか、未来の子孫が直せるかも、的な話を炭治郎と、してたのに、急に二日で直せだなんて、虎徹くん大ピンチじゃない？その通り。そして虎徹少年の心は、折れかけてしまうんだ。頑張れ虎徹くん。虎徹少年が途方に暮れていたまさにその時、時藤無一郎が現れるんだ。そして無一郎は、より一ゼロ式の修理の手伝いを申し出るんだ。そうなの。刀鍛冶の里編の途中からは確かに関係が改善されてたけど、初登場時の無一郎の冷たい感じと、虎徹くんが無一郎を、毛嫌いしていた様子を思い出すと、なんだかすごく意外に感じちゃうわね。ああ、このシーンはアニメの初対面時との、ギャップがすごいから、ぜひみんなにも小説を読んでみて、欲しいんだぜ。小説の中では、二人は、友達だ、ということも言っているんだ。なんか類線がうるっときちゃうわね。でもせっかくそうやって仲良くなったのに、無限上の国死亡戦で無一郎が命を落として、それを全てが終わった後に虎徹くんが知ってしまったと、思うと、なんだか胸が痛くなってきちゃうわ。ああ、自らを犠牲にして、上限の位置を倒した、立派な殉職だったとしても、それを誇らしく受け止める、なんて、子供の虎徹くんには厳しい話だったと思うぜ。虎徹くんも、より10式を修理した時の会話が、二人の最後の会話になるなんて、全然、思っていなかったでしょうしね。うわーん、せっかく友達同士に、なった二人だったのに。本編完結後に読むからこそ、より込み上げてくるものが、あるよな。余談だが、実はこのより10式を二人で修理しているとき、その工程の一つで、無一郎は火の呼吸を再現しているんだ。どういうこと？より10式の修理のためには、より10式の動き方を、把握する必要があったんだが、たった一度より10式と訓練した無一郎が、その動きを全部覚えていたんだ。そしてそれを再現してみせて、虎徹少年がそれを、紙に書き写すというシーンがあるんだ。たった一度の戦闘で、動きを完コピできるなんて、
さすが2ヶ月で柱になった男。より10式の動きは、火の呼吸そのものではないだろうが、近い形では残されていたと考えられる。たった1回でそれを覚えた無一郎は、実は火の呼吸を、習得していたんじゃないか？と、一部のファンの間では、囁かれているそうなんだぜ。そうにおわす情報が後から出てきちゃうところが、本当に鬼滅の刃の面白いところなのよね。私も小説の内容気になってきたから、後で早速読んでみるわ。小説がたくさん売れれば、もしかしたら、風の道しるべ、がアニメ化されることもあり得るかもしれないからな。ぜひ、視聴者のみんなにも、読んでみてほしいんだぜ。私、小説の他にも、漫画とアニメを見直してくるわ。それじゃあ、今回の動画は以上だぜ。また次回、鬼滅の刃の魅力が伝わる話を紹介するぞ。楽しみに待っているよ。それじゃ、バイバイ。バイバイ。